ジャスラック音楽著作権講座。身近にあって遠い存在、そんな音楽の著作権を楽しく学ぶ。講師はバンドマンでジャスラック理事も務める遠藤さん。そして今をときめくミュージシャンの皆さんと一緒に音楽著作権を学んでいきましょう。さてさて始まりました音楽著作権講座。講師はミュージシャンでバンドマン、そしてジャスラック理事の遠藤です。よろしくお願いします。お願いします。そして素敵な生徒はこちら。あ、どうも素敵な生徒です。お願いします。はい、それでは行ってみよう。今日のねテーマ、はい、今日のテーマは著作物使用料についてです。せーの、著作物使用料。はい、著作物使用料ってね、何でしょう。著作権で管理されている曲は使用された分、創作者にお金が支払われるというのは皆さんご存知かと思います。いわゆる印税ってやつですよ。うん、著作権印税みたいなやつ、著作物使用料なんて言ったりしますけれどもね。はい、ここで問題です。ジャスラックが音楽クリエイターに使用料を分配するのはどんな時でしょうか。はい、どんな時に印税が分配されるでしょう。いろいろありますね。いろいろあるよ。どんなのがあるよ。どんな時印税がもらえるでしょうか。もうみんなプロだから分かりますよ。もう分かって当然。カムリ君、どんな時に印税が分配されるでしょうか。好きな人に好きと言えた時。ロマンティック。それは分配してあげたい。そうでしょう。言われた日じゃなくて言えた日がいいかな。言えた日、ね、こういう日に本当、ね、幸せ感じるんで、そんな日に印税が入ったら嬉しいな。なんてこんな幸せなことないよね。思ってます。はい、はい、KT ちゃん、どんな時印税支払われる。日本の名曲が教えてくれてます。はい、どんな時も。あ、どんな時も、まあ、僕らどんな時も欲しいけどね。はい、どんな時もいただきたい。これ繋がったんじゃない。好きな人に好きと言えた気持ち抱きしめてたい。分かってるね。ちょっと KT ちゃん。すいません、片思いでした。片思いでした。好きって言われた時。はい、はい。あ、じゃあちょっと次はユキかな。はい、ユキ、どんな時印税が支払われる。皆さん1年頑張っていろんな音楽作ってこられたと思うので、ふるさと納税の返礼品として分配されます。なるほど、なるほど、はい、ふるさと納税でもらえたら嬉しいね。そうですね。でもふるさと納税で納税してるからね。そうなんですよね。お金が返ってくるっていう感じで。そうか、ちょっと違うな。はい、いっちゃえ、はい、ひで当てちゃえ、もうひでキズム当てちゃえ。印税が支払われるのはどんな時。雨上がりに虹がかかった時。やったー、間違いない、完璧な。何のやったーな。ナイスシュー。やったナイスシュー、入ったー。はい、それでは正解見てみましょう。正解はこちら。ジャスラックは利用者から受け取った使用料の分配をコンサートや放送、インタラクティブ配信といった利用形態ごとの分配方法などを定めた著作物使用料分配規定に従い、利用された作品と各作品の権利関係に基づき、毎年度6月、9月、12月、3月の4回の分配期に行います。分配の方式は利用形態別の許諾方法や使用料の徴収方法、利用曲目の報告方法により、特別分配、センサス分配、サンプリング分配の3パターンがあります。曲別に請求した使用料をそのまま分配することを曲別分配といい、定額制や定率制の使用料の分配の場合はセンサス分配とサンプリング分配の2つがあります。放送や音楽サブスクリプションなどのように利用者の皆様からの利用報告などに基づいて分配することをセンサス分配と言います。一方で飲食店における生演奏など利用者が利用曲目全量の報告をすることが難しい利用方法については、統計学の手法を活用しサンプルとして収集した一部の利用曲目をもとに全体を推計して分配を行っていて、これをサンプリング分配と言います。利用者の皆様からの利用報告の進展拡大に伴い、分配額総額に占めるサンプリングの分配の割合は約 1% 程度となっています。はい、皆さん分かりましたね。はい、はい、それでは一緒に行ってみましょう。せーの、ジャスラックは6月、9月、12月、3月の
楽クリエイターに著作物使用料を分配している。いや勉強になりましたね。じゃあまた次回、バイバイ。